鳥居吉田神社は、京都市左京区吉田神楽岡町にある神社。吉田山に鎮座している。22社の一社。旧社格は、官兵中社で、現在は神社本庁の別表神社。祭神は次の世柱で、環状元の春日大社と同じ。内の漢字は、春日大社での表記。上岸元年。 藤原山影が一門の氏神として、奈良の春日大社四座の神を勘定したのに始まる。後に、平安京における藤原自然体の氏神として、数形を受けるようになった。縁起式新明帳への記載はないが、永遠元年より、朝廷の交際に預かるようになり、省略2年には22社の前身である19社法兵に、加列された。鎌倉時代以降は、 呂部氏が神職を送伝するようになった。室町時代末期の文明年間には、吉田兼友が吉田神道を創始し、その拠点として、文明16年、境内に抹社斎場所大本宮を建立した。近世初めには、吉田兼美が、かつて立令政時代の神器館に祀られていた蜂、神殿を境内の斎場に移し、これを神義館大とした。 江戸時代に入ると車両は590国であったが、寛永5年、江戸幕府が発布した諸射音義貫主ハットにより、吉田家は全国の神社の神職の任免権などを与えられ、幕末に至るまで神道界に大きな権勢を誇っていた。しかし、時代が明治になると神道再居上の特権は剥奪された。やがて国家神道によって神社会は、 伊勢神宮がその中心となってしまい、吉田神社は、官兵中車に列せられたとはいえ、ごく普通の神社となってしまった。また、それまで、吉田神道の中核を成していた、最上書大本宮は単なる抹茶とされてしまった。1948年に、神社本庁の別表神社に、加列されている。最上書大本宮正式には、最上書大本宮という吉田神社の抹茶である。 重要文化財。現代ではいくつか、ある抹社のうちの一つの扱いであるが、明治に入るまでは、吉田神社の信仰の中心であった。吉田金友は、文明年間に、神羅万象の起源であり、また、宇宙の根元神である虚無太と元尊神を祀る、吉田神道を考え、大成すると、室町にあった時邸に虚無太と元尊神を祀る者、大元宮を建て、 その祭祀を行い始めた。そして、金友はいよいよ、吉田神道を目に見える形にして一般に広めようとし、また本格的に、伊勢神宮を含む全国の神社を、吉田神社の統制下に置こうと考え始めた。そこに、日野富子などからの寄付もあって、文明16年に、吉田神社の現在地に、新たな社、最上所大本宮を創建すると、11月24日に、 地底から、虚無ともと尊心を潜座した。主催人虚無ともと尊心の周りには、その虚無ともと尊心の作用によって生じた天神地義800万、大神のほか、全国の神々を祀っている。この大元宮を拝むことは、日本中のすべての神社を拝んだことに等しいとし、神社自体の核も伊勢神宮よりも上であるとした。まさに、吉田神道の考えをそのまま形に表した。 吉田神道の根本伝道といえる。さらに、天正18年には、御用税天皇の直命により、宮中で祀られていた天皇の守護神である祭神八座を、祭る八神殿を、大本宮の後方に遷座して祀ることとなり、その地位、権力は完全に伊勢神宮を上回るものとなった。しかし、明治となり1872年に八神殿は皇居に移されてしまった。 それ以降は、天皇家の祖先である、ラ寺皇大臣を直接祀る伊勢神宮こそが、日本で最上位の神社であるという国家神道が、勢いを増す中で、吉田神道の勢いは衰えを見せ、現在では、大本宮は、吉田神社の一抹茶の扱いを受けるに至っている。京大図は神屋社神楽岡社、節分大最初在地交通アクセス周辺。ありがとうございます。